こちらの化粧品店ではメイク教室が行われています。こちらはお茶を楽しみながら講義を受けています。消しゴムを彫ってハンコを作っています。教えているのはハンコ店の店主です。商店街の各店舗がお店の商品やサービスをゼミナール形式でお客様にお伝えするのが得する街のゼミナール、略してまちゼミ。愛知県岡崎市で始まり全国へ広がりを見せています。そんなまちゼミをご紹介します。愛知県岡崎市、まちゼミ発祥の地です。まちゼミは2003年に始まり、これまでにおよそ20回開催されました。商店街の個展のお店はですね、こだわりを持った店主、思いの強いスタッフ、そして歴史のあるお店、そんな人々がですね、市民に喜んでもらうゼミを開くことによって市民のファン作りがですね、できるって、そんな事業でございます。新しいお客様との出会いのチャンスとなるまちゼミ。お客様には満足と幸せを、お店には新規顧客と売り上げを、そして町にはにぎわいを、そんな三方よしで人気を集めています。まちゼミのですね、受講料は原則無料でやっております。もちろんですね、材料費等がかかる場合はその実費をですね、負担いただくっていうのはちゃんと広告等にとしてですね、お客様にお知らせしてからお代金を頂戴するような仕組みを取っております。講座を受けられてる途中、講座の中ではですね、販売行為は絶対にしません。これは徹底してですね、とにかくお店の店主が自分のですね、商品の知識や技術をしっかりと分かってもらって、満足してもらうっていうところが目的だからなんです。参加したい人はまずチラシの中から自分の興味のある時間の都合のつくゼミを見つけます。申し込みは基本各お店に直接電話をして予約を取ります。まちゼミのメリットは、お客様にとっては無料でお店や商品の知識が得られ、新しいお店の開拓、仲間との出会いにつながることです。報酬料は無料で、材料費だけでやってくれてるので、すごくお値打ちなので、今まで知らなかった分野だったので、それでなんか視野が広がるというか、お友達も増えますし、顔見知りというか先生とも知り合いになりますし、きっかけ、本当の岡崎の商売屋さんすごい頑張ってるなと思って、そういうことすごく思いましたね。お店にとっては店を知ってもらうチャンスとなり、結果売り上げにつながること、そしてお客様との信頼関係が築けるところがメリットとして挙げられます。まだお店に来れてない方たちの第一歩を踏み出すいいチャンスかなと思ってます。普段ですとなかなかご縁のない方々に、その町ゼミを通してですね、一度足を運んでいただくことができる、それが最大のメリットになります。あとは店の努力でですね、魅力を伝えれれば、次にそのままリピーターとしてまた来ていただける、そんなことになるのかなというふうに思いますので、店としても非常にやりがいがある、向上心に駆り立てられるというかね、頑張ろうという気になれる、そんな仕組みじゃないかなというふうに思います。町や商店街にとってはエリアにあるたくさんのお店が紹介でき、行きたくなる街づくりへと発展していく街ゼミ。皆さんの地域でも開催してみませんか？